はい、皆さんこんにちはということで、こんばんはですかね。こんばんは。今はですね、2022年10月14日ですね。はい、はい、ご覧になって分かる通り、ちょっと石川さんしゃがんでいただけるとロゴが、はい、はい、そうですね、イグナイトの、東京会場、はい、東京乃木坂六本木あたり、六本木です、はい、東京ミッドタウンに来ております、はいはい、イグナイトの方に参加しておりまして、なんだろう、ウロチョロしてましたね。はいはい、いろんな人、まあまあ多いですね。まあまあ多いですよね、はいはい、で、我々はですね、まあ、まだもうちょっといるんですけども、うん、あ、まあ、この後、ご覧になっている皆さんはいつもの通り、イグナイトの発表を踏まえた、ウィークリーニュースをご覧になっていただこうと思います。はい、から元気いつものから元気、はい、ということで行ってみましょう。レッツゴー。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ということでね、はい、石川さんこんばんは、ありがとうございます。多分ね、ご覧になってる皆さんはイグナイトの会場からこっちに今来たんじゃないかなと思います。はいね、石川さんね、今週はイグナイト参加されてましたもんね。はい、はい、なんかゆうごさん風の方見かけました。あ、本当によくいるんで、現れるんですよ、よく現れるんで、うん、でなんか後ろからマネージャーのようにちょっとついておりました。うん、なんか僕だって今後ろっていうメッセージ来ましたもん怖っと思ってあれでしたけどはいはいはい、ということでね、まあ、イグナイト久しぶりのいわゆるオンラインではなくて、まあ、ハイブリッドっていう形だったので、オンラインでねご覧になられてた方もいらっしゃるでしょうし、デジタルイベントって言い方をマイクロソフトはしてますけど、まあ、デジタルとそれから、まあ、一方なんていうんだ、オンサイトって言ったらいいのかな、まあ、オフラインというか現地で、やられましたと。で、今年は本国でね、もちろん会場でやられてたのもあるんですけども、それとはね、また別に、ていうか初めてのケースですね。本国でやりながら、それをデジタルで伝えながら、かつ各国で、同時にオンサイトで、その場所で会場でもやるっていう。で、しかも各地域に関してはローカルのね、独自のコンテンツ、まあ、セッションなりとか、展示物とかっていうのがあるっていう初めてのケースですよね。うん、なのでなんて言ったらいいんでしょう、まあ、これから多分だんだんそういう風にね、いろんなイベントがなっていくのかなっていうことを感じさせるようなイベントだったと思います。で、またあれですね、僕とか石川さんに関して言うと、あれですよね、久しぶりにお会いする方いっぱいいらっしゃいましたよね。そうですね、いい写真が出てましたね。ちょっと当日の模様の写真を、はい、ハイライトですね。これがハイライトです。まあ、あたかもなんでしょう。2人で登壇した後みたいなね。ね。全然してないんですけどね。応援はしてましたけど。そう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 。うん、っていう感じで。他の方にね、はい。はい。やらせていただきました、はい。はい。石川さんどうでした？久しぶりにお会いする方も結構いらっしゃったと思うんですけど。いや、やっぱり生でとか初めましても多かったですし、うんうん、ネットではずっとやり取りしてるのに、あ、そうかそうか、はい、コロナ以降にオンライン、まあ、コミュニティとかで知り合いになられた方と直に会うのが初めてっていうケースですよね、はい、結構そういう方いらっしゃいましたよね、うん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 、またね、僕と石川さん、まあ、これやってるおかげ、ウィークリーニュースやってるおかげか、結構なんか見てますみたいな言われましたね。お声掛けいただいて、初めましてなんですけどみたいな、はい、見てますけどみたいな、ね、とてもとてもありがたかったし、ね、なんだろう、あ、やっててよかったなってちょっと思いました、うん、ね、要はさ、ああいう黄色い本にスタンプとかね押されて、サインの、はい、サインが苦手なもんでですね、スタンプを用意させていただいて、うん、はい、やっぱなんかあれですよね、ああいう場所でそのお声掛けいただけるってもう素直に嬉しいもんですね、うんうんうん、ね、だいぶ忘れてました、ああいう感覚。それから、うん、何でしょう、いつもこう YouTube とかネットを介したチャットのコメントいただくとか、うん、そんなずっとです、うんうん、そんなね、そんな感じですもんね、ずっとそうでしたからね、うん、やっぱり
直に会って話をするってやっぱ違うんだなって思いましたね。うん、その場にいて雰囲気味わいながらお互いに話ができるっていうのはそれはやっぱ価値なんだなってことを改めて気づかされた、あ、イベントでした。そうですね、はい、うん、まあ次がね、もうああいう機会があったらいいなってとっても思っております、うん、またコロナこのまま落ち着いてもらって、そうするとまたもうちょっと規模を大きくしてできるかもしれないですよね、うん、そうですね、はい、といったところでですね、早速じゃあ今週もね行ってまいりましょうか。はいはい、はい、で、まあ、まあすでにね皆さんお分かりかもしれませんけど、ご覧になられている方々、ですね、これ我々収録でございます。レコーディングしているのはちょうどですね、皆さんが見ている感じだと昨日ですから、2022年10月15日の今時刻がですね19時半ぐらいですけれども、で、収録をさせていただいております。ちょうどついさっきまでねパワービエ勉強会をやってまして、はい、はい、それ終わりで、こちらに移ってきて今収録をしているという感じでございます、はい、今週はなのでねイグナイトがあったので、もちろんイグナイトのね内容というか発表された内容をやっていきたいなと思いますということです。はい、でいつものねレポート開かせていただきました。一応ですね件数で言うと全部で4件来ております。で、まあ、ご覧になって分かる通り、上から2つ目がイグナイトの内容で、この中に書かれているものの1つで、この一番上のですね、クロステナントのやつの話がありますので、まあ、実質これとこれはイグナイトで発表された内容でございますということ。で、下2つは、これパワービーとパワークエリで分かれてるんですけれども、同じ内容ですね。パワークエリ SDK for Visual Studio Code。ってなってるので、これビジュアルスタジオコードにパワークエリの開発用の SDK がキットが来ましたよっていうことでございます。まずはこっちからね、一番下の方から簡単に触れていきたいなと思います、はい、ちなみにこれ石川さん入れました？入れてない？これは入れてないですね。入れてない、はい、うん、はい、まあ、そういう各言う僕も入れてないんですけど、まだ、これね多分入れた方がいいですよっていうことで、うん、とってもね、なんだろうな、パークエリをシンプルに書いていくにはいいものでございます。パークエリで有名なミゲルさんですね、が書いている記事でございますけれども、まあ、なんでしょう、パワー BI はパークエリを搭載した業界で最もリッチなデータ接続プラットフォームの一つで提供しておりということで、まあ、これパワービーアイだけじゃないですよね。パークエリ使える場所いっぱい広がってきておりますよねということです。で、基本的には今提供されているもので言うと、ここに書かれている感じだと170種類以上の、ね、データソースに対して、まあ、コネクターが用意されているよっていうことなので、とってもとっても便利なもの、言語を一つとってもね便利なものでございますということです。で、もちろんねカスタムコネクタも作ることができますので、こうやってね用意されていないものにどっかつなぎたいんだっていう場合には、ご自身でねパークエリかける方いらっしゃったら、ご自身で、それを使ってコネクタを開発するってことができますよということでございます。で、これは ここでね言われてるのは何かっていうと、実はねこのパワークエリ SDK なので、そのカスタムコネクタを作る方向けのものです。うん、これまでもできたんですけど SDK なかったんですね。っていうかね、でビジュアルスタジオコードじゃなくてビジュアルスタジオ本体の方にあったんですけど、いよいよこうやってね、ビジュアルスタジオコード用の、そのカスタムコネクタ作る用の SDK が来ましたよってことで、入れると、まあ、必要なね、内容がダラダラと展開されて、まあ、変えなきゃいけない部分、自分がつなぎたい部分、だからつなぎたいデータソースにとって、必要な部分だけをパワークエリで書いていくことで、カスタムコネクタが作れますよっていうものでございます。はい。かつて僕はビジュアルスタジオの方に提供されている SDK で作ったことありますけれども、まあ、ビジュアルスタジオコードの方が、まあ、今となって多分ユーザー多いでしょうし、なんだろう、軽量なんでね、軽いんでソフトとして、とってもとってもいいんじゃないかなと思います。まだちょっと使ってないですけども。うん。はい。といったものなので、まあ、万人にね、進めるものではないんですけれども、おそらくね、皆さんの中にカスタムコネクタ作ってみたいなと思われている方、
いらっしゃいましたら、その方はね、これ入れてみて、VS コードでね、書いてみるっていうのもいいと思います。なんだろう。パワークエリの勉強にも単純になりますよっていうことですね。うん、例えばね、今見えてるところで言うと、よいしょ。お分かりいただけますかね。ここ、これ展開するとテンプレートでこうやってバーって書かれるんですけど、この部分。一番下の部分、この部分ですね。コメントアウトされてるところありますけど、これ、オーセンティケーションって書いてあるんで、要はね、このコネクタがサポートする認証のタイプを定義できるんですね。どっかのコネクタを選んだときに、匿名でつなぎますかとか、API キーでつなぎますかとかって出てくるじゃないですか。はい、あとは組織アカウントでつなぎますかとかっていうのが出てくると思うんですけど、あれを定義してるのが実はここなんです。なので、デフォルトだと、アノニマスって一番下、ね、になってるんで、ここが、これ匿名ですね。つまり認証を必要としない、サインを必要としないっていう場合はこのままでいいんだけど、複数対応したいよっていう場合は、ここをね、コメントアウト外して、この中に必要なものを書いていくと、それが使えるようになるっていうね。ことなんで、まあ、こんな風に実はね、内部は定義されてるんですよってことでございます。はい。まあ、これはね、開発の話なんで、大体これくらいでちょっとね、押さえておきたいかなと思います。はい。はい。さあ、いよいよでございます。今日の本題ということで、Microsoft Ignite 2022ですね。これのお話に入っていきたいなと思います。はい。とってもね、ボリューミーな感じなんですけども、まあ、実はね、さっきパワー BI 勉強会の中でも、この内容を触れて、一回舐めてはいるんですけれども、まあ、皆さんにね、これをご覧になっている方には、再度ね、まあ、ゼロからということで、見ていきたいなと思います。で、語りたいこといっぱいあるんですけど、やっぱね、僕素晴らしいなと、まず思ったのは、このタイトルですよね。これはね、Do more with enterprise self-service business intelligence。BI をこれまですでにやられている方だとすると、詳しい方だとすると、この言い方って多分初見なんじゃないかなと思うんですね。はい。BI でよく言われるのは、いわゆるエンタープライズ BI。それからセルフサービス BI。で、よく対比されてね、比較されて、お話しされるってことはあると思うんですけど、なんとここはつながってるんですよね。エンタープライズセルフサービスビジネスインテリジェンス。で、しかもそれが、それを使って Do More ですから、より多くのことをやりましょうって言ってるんですよね。うん。もはやそのエンタープライズ BI なのか、セルフサービス BI なのかって二者択一じゃなくて、うん。実はここ数年 MS もねずっと言ってたんですよね。二者択一じゃなくてハイブリッドでやっていく必要があるよねって、うん、で僕もセッションなんかでそういう話したことあります。鹿さんも多分そういう文脈でお話されてたことあると思うんですけど、いよいよねここに来て、そのでもそれってなんだろうな、エンタープライズ BI とセルフサービス BI がそれぞれあって、まあ、トップダウンとボトムアップでやっていこうぜっていう感じだったんですよね。それが、いよいよここに来て1個になってる。言葉としてね。だから、エンタープライズ・セルフサービス・ BI っていうことなので、もう一歩、一段先に進む形になるのかなというふうに僕は捉えてます。なんか、なんつうのかな、ハイブリッド、まあ、ハイブリッドって言葉はそもそもね、複数のものを掛け合わせて、より良いものを作っていくっていう意味ですけど、さらにもう一歩進むと、これなんて言うんだろうなって言ったら、僕の中で出てきたのは、まあ、融合するって感じ。僕じゃないですよ。融合するって感じですね。そんな感じをイメージしてます。だから、溶け合って一つのものになっていくっていう感じ。うん。をね、なんか、なんとなく想像したんですよね。はい。はいはい、どうぞ。なんか、Ignite 本体2022のメッセージが、サテナイテカさん、などおっしゃってましたけど、Do more with less と非常にシンプルな言葉でおっしゃって、はいはい、なんか私、サイバーセキュリティ系の365とかもやるんですけど、だったら難しいことは、まあ、マイクロソフトがやるから、ユーザーはこうビジネスに集中してみたいなメッセージのように捉えて
いるのをまず印象を受けたんですけど、なんかこのパワー BI ブログでこう出てきたパワー BI に関しては with less ではなく、レスってなんかもうあまり難しいことやらないでねっていうニュアンスがある中、エンタープライズセルフサービスビジネス BI ということで出てきたっていうのは、なんかもうなんかあえて出してきてるところが強いメッセージを感じましたね。そうですね、もじってるとは思います。あの Do more with less のレスの部分をこれに変えてきたっていうのは必ず意味があると思うので、はい、あの石川さんおっしゃる通りだと思いますね。はい、といったところで、はい、終わりにしちゃまずいんで入っていきましょうということですね。はい、ゆうごさん、これこのあれじゃないですか、うん、このブログを受けたりイグナイトを意識して、うん、あれですよね、キータもなんか書いていただいてます、ね、あ、はいはいはい、一応用意してます、こちらですよね。はい、はい、一応書いておきました。まあ、どっちかというとこれ、詳しい内容というよりはリンク集みたいな感じにしておりまして、はい、マイクロソフトイグナイト、パワー BI のアップデート情報ってことですね、うん、書かせていただいております。なんでこの記事を書いたのかっていうと、これまでね、僕書いてなかったんですけど、今回そのイグナイトの内容がちょこっと変わっていて、これまでの MS のイベントと、これまでのイベントのイベントでのセッションだと、各製品チーム、だから Power BI だったら Power BI の製品チームが、今回発表した内容を、まあ、いくつかに分けて、発表した最新情報とか最新の機能っていうのをデモで見せてくれてるセッションがあったんですけど、今回そうではなくて、もうちょっとより現場よりシナリオベースで、例えば365のこの機能を使ってこういうことを実現して、最後のこの部分に Power BI 出てくるよねみたいな感じのセッションが、要はシナリオベースのセッションが主になっメインになったんですよね。がゆえに、これまでちょっとね、僕もちょっと探しちゃったんですけど、その製品チームがやるその機能重視の最新情報のがあるのかなと思ったらないんですよ。でなかったので、そっかって、まあ、それを理解するのにちょっと時間かかったんですけど、あ、だとすると今度ね、逆の言い方すると、その最新情報だけ知りたいっていう方も実はいらっしゃるんだろうなと思っていて、じゃあそういう人向けにどうしたらいいんだろうと思った時に、バーって全部見てたら、結局のところ最後にね、戻ってきたのがやっぱ Power BI ブログが全てだったということですよね。なるほど。うん、ね、なので Power BI ブログにある内容を、まあ一応ね、こうやってまとめておいたっていうことで、あとはここですね、これ今ちょっと始まっちゃってるんだけど、よいしょ、邪魔ですね、これ。キータの方のこのね、ブログに貼ってるこの YouTube ですけど、この YouTube は、どこ行った、よいしょ、あ、違う違う、こっちか。先ほどね、この Power BI ブログの一番上、ここに貼ってあるものと同じものです。同じものです。で、ただここで再生すると YouTube じゃなくて、このサイトに保存された状態で再生できるので、まあ見やすい方は多分 YouTube の方だろうなと思ってます。で、こっちは YouTube から持ってきたものをこうやって貼っているっていう感じですよね。で、非常に短い、6分ぐらいの動画になっていて、Microsoft の公式のね、チャンネルでこういう風になっているので、これさえ見れば一応ラップアップができますっていうことですね。で、この内容を受けて、記事を書かせていただきましたということです。基本的には紹介だけになってますということです。はい。で、まあ、順番に見ていくとですね、まずは主要な4つのアップデートがありますよってことで、タイトルだけ見ると何のこっちゃわかんないんですけど、SharePoint and OneDrive って書いてあって、これは何かというと、SharePoint 上にですね、あ、そこから行かない方がいいな。Power BI デスクトップ。で、レポート作りますよねと。で、作ったレポートは PBIX ファイルになるわけですけど、まあ、レポートだけじゃないですね。その中にデータセットも含んで、パワークエリも含んでるっていう感じですけども、これを通常であれば、Power BI サービスに発行して、同僚とかメンバーに共有するっていう形になりますが、そうではなくて、簡単にその内容を、例えば、なんだろうな、チェックしてもらいたいっていうケースあると思うんですよ。うん、どんなレポートにするかっていうのは、まあ、事前に話しといて、ちょっと作ってみたんだけど見てくんないみたいな感じで、これまでだとそういうケースであったとしても、
バービーサービスに発行するか、あるいは自分のマシンを持っていって、まあ、あるいは Teams でつないだりして、PBIX ファイル、パービーアイデスクトップで開いて、まあ、なんか見せるみたいな感じだったと思うんです。で、それが、その間が1個できたよっていうふうに捉えていただければいいのかなと思っていて、それがこの PBIX ファイルを SharePoint のドキュメントライブラリーか、もしくは OneDrive の4Business の、なんだ、ディレクトリー、フォルダーか、に、PBIX ファイルを保存しておいて、で、その OneDrive なら OneDrive の場所を共有する、見せたい人。で、そうすると、受け取った側はどう見えるのかっていうと、皆さんイメージしていただければいいのは、Excel とか PowerPoint とかって、そういうふうに SharePoint とか OneDrive に置くと、置いてるやつをポチッとなってブラウザ上でクリックすると、ブラウザ上で開きますよね。いわゆる Excel だったら Excel オンライン、PowerPoint だったら PowerPoint オンラインという形で、ブラウザ上でね、バンって開いて内容見れるじゃないですか。ファイル開けるじゃないですか。はい。で、イメージそれと同じことが PBIX ファイルでもできるようになりましたってことなんです。ただ、一つ言えるのは編集はできない。ので、見るだけよってことですね。でそれが多分デモを見てもらった方が早くて、よいしょ。その辺だっけな。この辺か。よいしょ。よいしょ。ちょっと再生しますけども。今、音切ってますので、これ聞こえなくて当然なんですけども。ちょっと進むと、これ、Power BI デスクトップですね。Power BI デスクトップで保存しますと。で、保存するときに、ローカルで多分 OneDrive とね、同期しているフォルダに今保存しましたと。そうすると当然、OneDrive 側に上がりますよね。で、今上がったファイルをポチッとなって押したら、もうこうやってね、別タブで、わかりますかね。これ、URL、ちょっと小さいんですけど、見ると、app.powerbi.com になっているので、これ、つまりどういうことかっていうと、よいしょ、戻りましょうね。よいしょ、よいしょ。クリックした段階で、Power BI サービスに飛ばされてるんですよね。うんうん、で、Power BI サービスで、OneDrive に置いてある PBX ファイルを開いて、ビューだけ、ビューっていうか、そのビジュアライズする部分だけ見せている。編集はできないってことですね。編集はできない、うん。で、編集できないって言い切る理由は、ちょっと小さいんですけど、左上にここにね、メニューがいくつかあるんだけど、ページビューとか、ハイコントラストカラー、これ、色を変えるやつですよね。とかは、あとブックマークはあるんだけど、その他がないので、もう完全にプレビュー状態なんですよ。うん、うん。なので、ただね、これ見てわかる通り、インタラクティブに動作はできるんですね。うん。そう、だから使えると。そうそうそうです。これで確認ができるってことだと思っていて、うん、間違ってもこれを共有の代わりに使うのはやめてくださいってことですね。うんうん、いわゆる Power BI Pro 以上でできる共有ありますよね。うん。うん、だからこれで本運用するんではなくて、これはあくまで確認だとか、ちょっとライトに見てもらうときに使うもの。うんうんうん、本運用のいわゆる本 Power BI サービスでいうところの共有するっていうのは、ちゃんとこれまで通り発行して共有しましょうねっていうことだと思うんです。なるほど。うん、っていうのがね、この内容でございますよってことです、ね。うん、これ、石川さん、どうですか、印象としては。いや、これはこれで嬉しいですね。今まではダウンロードみたいな形で、うん、まあ、慣れてないととか、ダウンロードして共有するのもおかしいですし。そうですよね、うん。うん。それも、そういうことじゃなくっていうのが、また説明が長くなるわけですけど。そうですね。はい。ここでライトで開けますよっていうのは、またでかいことですかね。うん。はい、そう思います、うん。はい。っていうのが、まず1個目の内容でございましたってことです。はい。はい、で、続いて2つ目ですね。クロステナントシェアリング &B2B ディスカバーラビリティってやつですけども、うん、これがまたちょっとややこしいんですけども、要は、テナントを超えて、データセットが共有できるようになりましたよ。で、まあ、ざっくり言うとそういうことなんですけども、その場合に、例えばね、僕と石川さんが、それぞれ Power BI のテナント持ってますよね。で、例えば僕のテナントに石川さんをゲスト招待しておきますと。でこれまでだったら石川さんにちょっとごめんってこのレポートを見といてとかっていう時には僕の方のテナントに石川さんに入ってもらって
作業してもらったり見てもらうっていう形だったと思うんですよ。ところがこれが石川さんもあのパワー BI 普通にねアカウント持ってるわけですから、 自組織のものを持っているわけですから、通常パワー BI サービスにサインインすると石川さんは自分のテナントに入っちゃうわけですよね。サインインしちゃうわけです。で僕も自分のテナントに入る。ところが僕の方テナントの方にあるデータセットを使って石川さんに例えばレポート作ってもらいたいと思ったら、ちょっとワンクッションツークッションぐらいちょっと入れると石川さんに僕のテナントにサインしてもらうことができたんですけど、これまでもできたんですけど、ちょっとめんどくさいよねと、なのでベストは石川さんは自分のテナントに入って、だけど僕のテナントにあるデータセットを使ってレポートを作るとかっていうのができたらいいじゃんっていう話なんですね、はい、で今回これでできるように、それができるようになりましたっていうことでございますと、はい、なので大事なのは僕のテナントにあるデータセット、つまり僕のテナントにそのまま置いてあるデータ、これを使って石川さんには自身のテナントで作業をしてもらえるようになったっていうのが一番でかいところですよねっていう話でございます。はい、でこれ実は、今日ちょっと紹介はしないんですけれども、先ほどのパワービアレポートに戻ると、この、ね、別個1個パワービアブログ来てますので、より詳しくはですねこちらを見ていただければいいのかなと思ってます。結構詳しくねこっち書かれているので、こっちがいいのかなと思ってます。なんで組織間においてデータセットをシェアして、しかも自分それぞれがね自分のテナントにいながら作業ができますっていうのが、まあまあ最大の強みかなと思います。これあれですかね、石川さんなんか見せれるものがあるという噂がちょろっと聞きましたけど、はい、ではちょっとどんな塩梅かお見せできるところ、はい、共有させていただきたいと思います。はい、一新に追加する、これでいいのかな。はい、これ今ですね左右にブラウザがあると思いますけど、はい、パワービアイ、パワービアイになっておりますが、テナントが違います。はい、このなんか T シャツ、青いよ T シャツを着た石川さんか、はい、なんかこう、別な T シャツを、まあ、T シャツばっかりですね。真正面向いてる石川さんからです。そうですね、こっちのテナントは、はい、まあ、プロアカウントを使用版で使ってるテナントですね。はいはい。がありますと、違うところですねと、うん。で、左側の人のデータセットを右側の人に共有したい、うん。まあ、これまでの優吾さんおっしゃった面倒くさい手続きをやった上でできるってことじゃなく、うんうんうん、できるように、まあ、もうちょっと簡単にウィズレスでできるようにするみたいな感じですね。でもう左側が許す方なので、組織への外部ユーザーの招待であるとか、まあ、そういう、OK にするところを許可はしておかないと、有効にしておくっていうのがまずありますと。管理ポータルで設定がありますよ。管理ポータルで、これ管理者だけがやることですね。はい。で、さらに、まあ、ユーザー管理は、この Azure AD、まあ、裏側は Azure AD ですけど、365のユーザー管理でゲストを、まあ、招待、OK している状態だということですね。右の石川さんを左のテナントにゲストユーザーとして招待してる、もう招待 OK 済みでございますと。はい、まあ、今だと多分、Teams でゲスト招待してるのが一番ゲストとして多いかなって気がするので、全く同じような仕組みですね。そうですね。はい、で、そこに、さらに、データセットを、ちょっと待ってくださいね、1個前の画面からいった方がいいかな。まあ、こういう、これ、なんでしょうかね、左側のテナントだけにあるバーチャルマラソンっていうのが前ありましたけど、それに関するデータセットっていうのがあって、でこのデータセットを共有したいっていうことなんですけど、まあ、この共有の前に、はいはい、そもそももう一個設定がいりますよと、うんうん、このデータセットの設定に行って、一番下、外部共有ですね。これを共有したいデータセットの設定画面を開くってことですね。設定画面を開いて、一番下の外部共有を、うん、これオンにしないといけない。これ先ほどオンにしたから、今ついてるわけでございます。はい、それをこれ設定オンだよと言った上で、さらにこのデータセットの共有で、うん、先ほどのユーザーを招待すると、うん、別テナントのゲストユーザーってことですね、はい、そのような形になります、はい、うん、アクセス権を付与する形ですね。でそうなると右側の人が
まあ、Power BI サービスを使ったり、Power BI デスクトップを使ったりすると思うんですけど、うん、サービスでは、このデータハブのところで、まだ、展開されてるしないが人によって違うかもしれませんけど、うんうん、この今画面に見えている組織内で承認済みっていうところの右側に外部データかな、うん、なんかそういう、出てくるわけですね、うん、こちらの右側のテナントの人にいながらにして、外のテナントのデータセットのカテゴリーが表示されて、その下から選べるようになるという形でございます。はいはい、それなんですけど、まだサービスは展開、私の場合されてないですねと、うん、でデスクトップで右側の人でサインインしている状態で、すべては出てこないんですけど、ちょっとどんな感じか見ていただくと、うん、この Power BI デスクトップのデータハブですね、こちらの、うん、このデータセット、うん、クリックして最初組織内のが出てきますが、ここに今出てますね、外部データ、はい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 、ここに、外部のデータセット、先ほどのが出てきますが、まあ私ちょっと今出てきてないですね。これなぜかというと、はい、うん、あ、どうぞどうぞ。なぜかというとですね、ここにエラーが詳細表示したら出てきまして、うん、まあ、何らかこう Azure AD のシングルサインオンで認証が通っていたら出るんですね。で、これ私さっきテストして1回出てきて、ダイレクトクエリで、うん、認証終わった後ダイレクトクエリで出てきてたんですけど、うん、今は何らかの理由でそのシングルラインを走るところで認証ができなかったというエラーになっております。それちなみにそこで表示詳細ってなると、うん、そのシングルサインオンが何々の理由で認証できなかったねみたいなエラーが出ております。一応それ出るんですね。はい、はいはい、でまあ、そこはちょっとどっかで認証情報のクリアとかをすればおそらく出るのかなと思いつつ、うん、ちょっと見つけられなかったんですが、まあ、まだ昨日、うん、新しい機能出てきたところなので、この辺は、うん、はい、こういうエラーもなく出てくようにと、よりスムーズに使えるようになっていくのかなと、まあ、そういうことなんですけど、うん、まあ、見ていただきたかったのはこの先ほどサービスで出てて右側外部データっていうのが出てなかったと思うんですけど、はい、Power BIサービスでも同じように出てきて、つないで、編集したりとか、権限があれば編集したりとか、うん、そういうことができるよということになってきますと、そういった形でございます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこちらもらいますね。はい、はい、といったのがクロステナントシェアリング &B2B ディスカバーラビリティということでございます。これね、シナリオとして考えておかなきゃいけないのはあれですね、例えば、グループ会社なんだけど、うん、まあ、グループ会社で会社別だったとして、当然それをね、例えばサンログオのテナント別です、まあ、従って Power BI のテナントも別ですっていうことは従々全然ある話なので、グループ会社間で、子会社の人とかをね、こっちの作業してもらうために招待して、これでクロステナント使ってやるっていう多分シナリオが一つと、もう一つはパートナーさんですよね。自社のお仕事をお願いしているパートナーさんに、何らかデータを共有して、レポート作ってもらうよって言った時には、まあ、やっぱりこれ使ってあげると、まあ、作業しやすいよねっていうことがあると思います。うん、やっちゃいけないのは、この機能を使って自社にあるデータを売るっていう、これで商売するっていうのはそれは違うよってことは強く強く申し上げておきたいなと思います。はい、そうですね、私の今7月からの本業が投資ファンドなんですけど、はいはいはい、投資先の会社でも Power BI 使いませんかって言ってだんだん入ってきてるんですけど、うん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 、でそこでまあライセンスとかデータが溜まっていくっていうことがあるときに、うんうんうん、まあ、Power BI のライセンスはお互いにこう持っていたら、そこのライセンスの問題はクリアしつつ、うん、権限をいただければその組織のデータにアクセスさせてもらって、うんうんうん、まあ、ポイントはやっぱりそこでデータをなんかこう組織間で移動するのではなく、うん、直接に権限をもらって見せていただくことができるっていうことで、なんか不要にこうデータをこう複製したりして、まあ、散らかす感じがないっていうところが、そうですね、はい、それでかいっていうか一番本質のところだと思いますね。
データコピーしてるんじゃなくて、実際のデータの置き場所は一つ変わらなくて、自組織のしかデータはなくて、それを適切な権限を与えて見てもらう、はい、なんでやっぱシェアリングなんでしょうねって思うんですよね、うん、だから例えば監査目的のお仕事されてる方とかもこれ対象になると思うんですよ、うん、なるほど、うん、うん、とかね、そういうのはちょっと思ったりします。はい、ありがとうございます、はい、さあ、じゃあ続いていきましょう。3つ目ですね。3つ目、オプティマイズリボンインパワービーアイデスクトップっていうことで、パワービーアイデスクトップにおいて、リボンのメニューが1個増えますっていうアナウンスでございます。英語だとオプティマイズっていう風になってるので、まあ、日本語だとなんだろうな、最適化とか訳されるかなと思うんですけども、これもちょっとね YouTube で見た方が早いと思うんで、ちょっと待ってくださいね。ここで見るよりもこれ YouTube 画面を開いた方がいいですね。はい、 YouTube 画面を開いて、よいしょ、これ今クロステナントの部分ですね。ちょっと先行きまして、もうちょっと先かな。まあ、あのクロステナントのねデモはこれではこれで見てみてください。今石川さん見せてくださったことをやってくれているので、実際に動いているところが見えますよということでございます。でもうちょい先行って、はい、これですね。オプティマイズリボンインパワービーアイデスクトップという内容でございます。これデモで見た方が早いですね。要は、オプティマイズというメニューが増えます。はい、ちょっと待ってますね。ビヨンと見えますかね。ここですね、ここにメニュー増えてます。オプティマイズで、あ、ごめんなさい、今矢印で隠れてるんだけど、これ一番左が、ポーズビジュアルズって書いてあって、次がリフレッシュビジュアルズで、こっちがオプティマイゼーションプリセットって書いてあります。これ要はダイレクトクエリモードで作られているレポートで、レポート作ってる最中にも、なんだろうな、例えばビジュアルをなんか置きました、そこにこの一つのメジャーを置きましたとか言うと、その修正するたんびに裏側でダイレクトクエリなんで SQL 発行されちゃうんですよ、うん、でそうすると大量データだったりすると都度読み込みが走るんで、ちょっとめんどくさいっていうか、あのね、ビジュアル作りたいだけなのにそんな毎回読みに行かなくていいんだけどっていう話になる。もうちょっと効率よく作りたいですね、作る方。そうですそうです、うん、なので今いじりたいからちょっとそのねリフレッシュを止めたい、ダイレクトクエリなんでリフレッシュ止めたいんだけどって言った時にポーズビジュアルって押しとくとそれが発行されなくなるんですね、うん、っていうのをここで今デモでやってます。今押しましたと。でこの下のね折れ線グラフを変更します。一つメジャーを追加しましたと。で今レジュームってやって、レジュームってことはもう一回戻しますよってことなんだけど、その時にどういうふうに戻しますかっていうのをこのオプティマイゼーションプリセットで選ぶみたいなんですよね、うん、うん。でこれで今、どうするのかな、上の方すかな、あ、よいしょ、はい、こういうふうにね今真ん中押して一番上を押すとこういうふうにねいろいろ出てくるので、まあここら辺の動きはね実際に提供されてからですね見てみたいなと思いますけれども、いずれにしろダイレクトクエリ作るときにとってもとってもいいんじゃないかなと思うのと、もしかして今ここ来ましたね、モデルビューの方に来ましたけれども、はい、これ右側のこのプロパティのところに分かりますかね、リレーションシップって書いてあるんですよね、ここ、うん、これまでねリレーションシップをいじろうと思ったら、まあ、2つぐらいやり方あったんだけど、一番よくやるのはこのリレーションシップの線をダブルクリックして画面をペッと上げてそこで編集するっていうことが多かったと思うんですけど、うん、今はこの線を選択したらこのプロパティの部分にねリレーションの設定出てくるようになりましたよっていうのがまず変更点ですね、うん、なので今ここでは、この矢印のところですね、ここでやってるのは何やってるかっていうと、Make this relationship active って書いてあるので、このリレーションシップをアクティブにするっていうのを今 Yes ってやったので、まあこれまで非アクティブだったんでしょうねっていうことがわかる。で、今アクティブにしたので、アクティブ化されましたよっていうことなんですよね。で、じゃあこれまでの画面はなくなるのっていうと、どうもですね、ここに見えているオープンリレーションシップエディターっていうちょっと小さい文字が見えるんですけど、これがあるので、おそらくはこれをクリックしたらこれまでの画面が出てくるんじゃないかなって、でもないんですけど、うん、でもないんですけど、じゃないかなと予測ができます。まあこれもね、提供されたらいろいろいじってみましょうねっていうこと。うん、ってことです。はい。
で、続いて、まあ、YouTube 見えちゃってるんで、これ4つ目なんで、このままいきましょうかね。これはですね、オートメイティドマイグレーションツールフロム AS to プレミアムってことで、これはあんまり使われてる方いないかなと思いながらお話しするんですけど、AS って何かっていうと、Azure Analysis Service のことですね。で、Azure Analysis Service をお使いのユーザーさんに対して、まあ、マイクロソフトここ数ヶ月ずっとですね、Power BI プレミアムへの移行っていうのをずっとプッシュしています。マイグレーションは移行なので。で、なんでかっていうと、ちょっとわからないのは、アナリシスサービスが、じゃあなくなるんですかとかっていうのはちょっとわからないです。それは言われてないです。言われてないんですけど、今となっては、アナリシスサービスで提供されている機能よりも、Power BI プレミアムで提供されている機能の方が、やれること多いですよって話なんですよね。うん。比にならないぐらい、Power BI プレミアムの方が多くて、実は。これですね。この図がそうなんですけど、はい。この左側の白い四角が、Azure Analysis Service で提供されている機能。で、一方で Power BI Premium で提供されている機能は、この外側、この白い枠を全部内包した形の黄色い枠が、Power BI Premium で提供されている機能なんですよ。強烈ですね。はい。全然規模が違いますよね。うん、なので、MS、Microsoft としては、Azure Analysis Service をお使いのお客様に対して、Power BI Premium に移行しませんかっていうのをずっと言い続けているということです。はい、当然、まあ、金額違うんですよ。うんうん、金額違うんだけど、まあ、そこら辺がね、許すのであれば、プレミアムに移行しませんか。で、移行するって言ったときに、移行ツールっていうのを、Microsoft は提供してますっていうのがこの記事です。で、オートメイティッドマイグレーションツールなので、基本的には、これね、確かこの後やるよね。そうだよね。この後でもあるんですけど、ポチポチって押していくだけなんです。ああ、簡単、うん。簡単そう。いや、僕使ってないんであれなんですけど、使ってないんであれなんだけど、簡単そう。ここから行くんですよ。ここに出てきて、マネージャー Azure AS マイグレーションっていうメニューが出てくるみたいなんですね。なるほど。で、これをポチッとなっとクリックするんですよ。すると、こういう絵出てきて、じゃあ、Azure のどの環境ですかっていうのをこうやって選んでいく。うん、アナリシスサービスを選んで、必要事項を入れていくと、もうできたみたいなね。ああ。で、さらにここから、アナリシスサービスの中にあるデータセットのどれを持ってくるんですかっていうのを選ぶみたいで、はい、今1個選びましたね。そうすると、こんなスピードでできるよみたいな。これが移行らしいんですね。なんか、イメージ的にはインポートしてるようなイメージですよね。簡単そうですね。はい。うん、っていうツールが提供されますよっていうことだと思うんです。で、ここまでが主要な4つの、紹介されているアップデートの内容です。はい。で、ここからアザーアナウンスメントとして、まあ、その他のアナウンスメントがありますよって言って7つ紹介されております。これら7つについてはデモはありませんでした。この動画の中で。うん、なんですが、一応ですね、私の方のブログに戻っていただくと、デモはないです。デモはないんですが、ここから下ですね、アザーアナウンスメントの下で、ちょっと調べましたところ、まだ、いわゆるドックス、今もうラーンに変わりましたけども、その機能を説明しているドキュメントはまだないんですけど、じゃあこれ、でもどっかで見たことあるなと思って探したら、リリースプランですね、リリースウェーブ、にあるものがそのままこれやるよって言われてるんですよ。だから、で、ものによってね、今年のリリースウェーブ1、これは4月から9月が対象ですけども、に含まれていたものと、あと現在、適用中の、リリースウェーブ2に含まれているもの、両方がありました。ので、そちらの URL を貼ってありますっていうことですね。で、例えば1個目、だとデプロイファースターウィズパワービーアイインオフィスインストーラーってことで、まあ、すごい簡単に言うとですね、マイクロソフトオフィスですね、M365、マイクロソフト365をお使いの方であれば、基本的にオフィスはついているはずで、オフィスは、M365 の画面から、インストーラーをダウンロードしてインストールしていると思うんです、はい。で、ここで言ってるオフィスインストーラーっていうのはそいつのことで、そのインストラの中に Power BI デスクトップが含まれてきますからねっていうのがこのアナウンスメントでございます。
で、一旦最初はいわゆる E1、E3、E5、どうも E5 が一番最初って書いてましたけどもの、月次チャンネル、これ知らない人にとってはあれなんですけども、365は、ね、の、 あのオフィスのインストーラーの設定で、ユーザーさんに対して、月次チャンネルっていうのと半期チャンネルっていうのがユーザー単位に選べます。これ何意味してるかっていうと、オフィスって、まあ、アップデートがね都度あるわけなんですけど、そのアップデートをどのタイミングで適用しますかっていうのが選べて、半期チャンネルっていうのを選ぶと半期ごとなんで年2回、で月次チャンネルっていうのを選ぶと毎月1回アップデートされるっていうものなんですね。でこれまあどっちがいいのっていうのは、まあ、それぞれ組織に合わせてってことなんですけども、なんで最短でこれが提供されるのは E5 の月次チャンネルを選んでいる組織というふうに書かれていました。はい、そこちょっとどんな設定なのか見てもらってもいいですか。はいはい、どうぞお願いします。はい、画面いただきます。はい、はい、まず365の管理センター、こちらアドミンっていうのを開きます。はい、で、この中の設定ですかね、設定の中の、うん、組織設定ですかねの中に組織のプロファイルっていうのがあります。こちらをクリックすると、リリースに関する設定、組織内で Office 365から新しい機能のサービスをどのように取得するのか選びますというのがあって、今、右側に出てきましたかね。あ、ここですね。これは今ちょっと選んでるだけで、ここ、もう一回押します。設定を押すと、あら？ここじゃないですね。更新のタイミングが。ここじゃなかった。ここじゃないですね。組織の情報、カスタム、更新がどっかに行ってしまいましたね。リリースに関するインストールオプションですかね。ここですね。はい、やっと出てきました。ここだね。はい。はい、先ほどユーゴさん言っていただいた月に1回月次エンタープライズチャンネルなのか、6ヶ月ごと半期エンタープライズチャンネルなのか。まあ、またはこれちょっともしかしたら事前の別な設定いったかもしれないですけど、すぐにみたいなのもあります。はい、はい、まあ、そういう周期を選べて、まあ、とにかく基本は新しい機能を使いたいんだっていう組織もあれば、もうちょっとまあ新しいものは何らか不備があるかもしれないので落ち着いたバージョンを使っていきたいよっていうことはこっちかもしれませんし、まあ、それは企業の決めでございますねと。はい、はい、そういったところでございます。はい、ありがとうございます。そうなんですよね。なのでまあご自身のね所属している組織がどういう設定になっているかは、まあ上司さんとかね管理者にお問い合わせいただくとして、まあ少なくともですね、まあ遅くともって言ったらいいのかな、あれこれ開かないですか、こちら見ていただけると2023年までにはやるよって言ってます。これですね、半期のオフィスユーザーは2023年まで影響受けずって言っているので、まあ、おそらく年変わって4月とか夏ぐらいまでには来るのかなっていう気がしてますね。月次の場合はもうちょっと早いのかなと思います。はい、でちなみに、申し上げておくと、先ほど私最初に言ったんですけども、365のオフィスが対象です。なのでコンシューマー版のオフィス、つまりですね、これは何を言っているかっていうと、例えば PC を買ってプリインストールされているようなオフィスとか、もっと言うと今オフィスの最新って2019ですかね。で次がもうすぐなんですかね。はい、うん、とかっていういわゆるあの年がナンバリングされているやつは対象じゃないです。それのインストーラーにはバービアデスクトップ入ってこないので十分お気をつけくださいっていうことです。で今これあの開いたのはリリースウェーブですね、なんですけども、このねリリースウェーブ見るときにね、僕大事なのはやっぱこのビジネス価値のところだと思ってるんです。うん、うん、これはねやっぱちゃんと読まなきゃいけない。なんでかっていうと、この機能が計画されて、背景とかね経緯っていうのが書かれている、もしくは目的が書かれているので、例えばこのケースで言うと Power BI はオフィスユーザーに対して自動的にインストールされるようになりますよと、したがって
IT 部門による主導展開の必要性が軽減されますと。まあ、そうですね。Power BI デスクトップって多分 IT 部門が使いたいっていう人に許可を出してインストラを渡すとか、そういうことをしてると思うんですよ。全員に許してたとしても、アップデートありましたよって周知をするとかっていうことをやってたと思うんですよね。でこれが、インストラに含まれてくるってことは、一回インストールした後であれば、自動更新されていくということになるので、とってもとっても便利になっていきますよね、ということです。ただね、僕ちょっとね、一個だけ、これどうなるんだろうと思っているのが、例えば、ハンティチャンネルのユーザーの場合、Power BI デスクトップもハンティに一回になるの、っていうのはちょっと気になってて。あ、インストラに入ってる、入ってないで。そう。なるほど。Power BI デスクトップ、ハンティに一回のアップデートじゃまずくねってちょっと思うんだよね。毎月のようですもんね。だから、そう、Power BI デスクトップだけは多分毎月更新されるのかな、どうなのかなっていうところはちょっと気にはなってます。あ、先ほど、コンシューマー版2019ではなく、2021っていうのありました。はい、21があるんだ。もうもはや分かんない。買わないので、あんまり。はい、分かんないです。はい、ありがとうございます。というのが1個目です。続いて2つ目ですね。エンベデッドメトリックス、インパワービアイトゥドライブチームアライメントってことで、これ最初ね、なんじゃろうなと思ったんですけど、全然分かんなかったんですけども、どうもですね、これはどっちだ、リリースウェブ2ですね。の方に入っている内容でございまして、パワービアエンベデッドを使っているユーザーさんに対して、要はパワービアエンベデッドって自社がなんかサービスをね、ウェブサービスとかを展開してますとか、ウェブアプリケーションを展開してますって言ったときに、自分のウェブアプリに対してパワービアのレポートをホストすることができるのがパワービアエンベデッドです。で、その中で、そのレポートに対して、どれだけ多くの人が見てるかとか、いわゆる KPI ですね。で、これ、外部ユーザーに対する KPI になるじゃないですか。どうもね、これまでそれがなかったらしいんです。なるほど。が、それが提供される。だから、普通の Power BI Pro、もしくはプレミアムの環境で言うと、利用状況レポートってあるじゃないですか。はいはいはい。あれに当たるようなものなのかなとちょっと勝手に思ってはいるんですけど、それがエンベデッド版なのか、あるいは KPI 自分でね、設定して、そこにどれだけ1日あたりビューがあったよとかっていうのを測定できるような機能なのかなっていうふうにちょっと読めるんですけど、実際はどういうふうに提供されてくるのかはちょっとまだわからないので、まあこれはね、気になる方は追ってみるといいんじゃないかなと思います。一応こういうのがアナウンスありましたよってことをお伝えしておきます。はい、続いて3つ目もね、Power BI Embedded の話なんですけど、クイッククリエイト SDK for Power BI Embedded ってことで、クイック作成って日本語だと訳されてると思うんですけども、現状だとシェアポイントリストとか、Microsoft リスト、それから Dynamics 365のアプリから使えたりするもので、これ何かっていうと、リストが分かりやすいかな。シェアポイントリストとかだと、リストってデータが入っているので、そのデータをPower BIのレポートにしたいよって言ったときに、ボタン上でポチポチって押すと、すぐ即座にね、レポート作ってくれる、自動作成してくれるっていう機能が提供されております。はい、で、それの Power BI Embedded 版らしいんですよ、これ。なので、Power BI Embedded ですから、自分のね、外に、サービスとして提供しているアプリケーション、ウェブアプリケーションが存在していて、多分そこに何らかのデータがあって、何らかのデータがあって、で、そのデータから、レポートを自動作成するための SDK が提供されるというのがこの内容のようです。はい、で、実際には、自身の Power BI テナントに Power BI レポートを自動作成することができるようになるというふうに書かれていたので、まあ、おそらく管理側の話なんだろうなと思いながら、ユーザーサイドじゃないよねと思いながら、どうなんだろうっていうのはちょっと気になるところなんですけど、はい。まあそういう機能が提供されますよってことがまたお話でありました。はい。はい。続いて4つ目ですね。コンテキスチャルオンオブジェクトインタラクションウィズパワービーアイビジュアルズということでございまして。難しい。ちょっと噛みそうになりますけど。はい、これ、ごめんなさい。僕ね、よくわかんねえなーと思ってたんですけど、さっき、パワービーアイ勉強会でね、たまたま来てた方々に聞いたら、わかりました。
イメージは、ちょっとエクセル立ち上げていいですか。はい。イメージは、オフィスでね、エクセルとか、パワーポイントでもいいんですけど、ちょっと待って、例えばこうやったときに、なんか作ろうとしたら、例えばエクセルだと、セルのところでこう、右クリックすると、このメニュー出てきますよね。はい。これ、いわゆるコンテキストメニューってやつですけども、うん、これってクリックする場所によって、あるいはオブジェクトによって、メニューの内容変わるわけですよね。うん、例えば、何らかの図形とかをこうやってピッと置いて、こいつ右クリックしたこの時の内容と、セルをクリックした時のこの時の内容って実は違うわけですよね。そうですね。まあ、これがコンテキスト、つまり文脈によって変わりますよっていうことでコンテキストメニューって呼ばれているわけですけれども、Power BI のビジュアルを作るときに、このイメージになっていくとのことです。つまり何を言っているかというと、例えば Power BI で、何がいいかな、レポート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 、何でもいいんだけど、例えばこの辺ポチッと待って、これあったっけ、うわー、これしかなかった。まあいいか。ちょっとごめんなさいね、すごい簡素なあれですけど、普通、Power BI の場合って、これ今サービスで開いてますけど、このね、ビジュアルに対して何か変更を加えたいなと思ったら、ビジュアル選択して右側の書式設定でプロパティをこうやっていくわけですよね。で、これがここで右クリックすると今これしか出ないけど、ここがこの内容、わかりますか？この書式設定の内容がここにビョーンってくるっていうことのようです。だからよりオフィスライクに編集がをしていくことができるという内容って言ってました。はい。ので、まあまあ、より使いやすくなるねっていうふうになことだと思うので、これはね、提供うん。慣れると便利かもしれないですね。そうです、そうです。なので、提供されるとね、されたら試していきたいなと思うところでございますっていうことです。はい。どんどんいきます。続いて5番目です。データモデルエディティングインパワー BI サービスっていうことでございまして、これは以前から結構ね、アナウンスされてたんですけども、Power BI サービスに存在する、すでに発行されたデータセットの編集ができるようになりましたよっていうことですね。で、ここで言ってる編集って何のことかっていうと、いわゆるモデリングなので、まずはメジャーが作れます。ローレベルセキュリティが設定できます。書式設定ができますよ。これは多分列とかメジャーに対する書式設定だと思うんですけど、ができるようになります。それからリレーションシップの作成編集ができるようになりますということがアナウンスされておりました。はい。で、一応ですね、これこちらをねポイッとなってみると、これもねリースウェーブ2にあるんですけども、ここですね、ここ日本にしましょうかね。よいしょ。この、機能の最終的な目標はここですね、ウェブで完全なデスクトップパリティ、これ何言ってるかというと、要は Power BI デスクトップと同じ機能、モデリングに関しては同じ機能を、提供するっていうことが最終的なこの機能の目標ですよって言ってます。うん、なのでそれに向けて、いろんな機能が Power BI サービス側でもできるようになるようにしていきますからねっていうことのようで、まず第一弾としてはこれ変な役になってますけど、メジャー、ローレベルセキュリティ、書式設定、それからリレーションシップの部分が編集できるようになりますからねっていうことです。で、さらにすげえなって思ったのが、ここですね。ユーザーは同じデータセットで同時に作業を、同時に作業を行うことができるということで、いわゆる複数の人が一つのデータセットを同時編集できる、うん、っていうことのようなんです。また今までにないですね。ないんですよ。これは Power BI デスクトップでもできなかったことなので、便利だろうなと思う反面、壊れそうだなとも思う喧嘩しないでほしいですね。そう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 。で、うん、あとは保存タイミングですよね。どういうタイミングで保存されていくんだろうかっていうこと、あとは保存したら後勝ちなのかとか、上書いちゃうのかとか、うん。うん。そこら辺がちょっと気にはなるなと思うんですけども、おそらくイメージは、Excel オンラインとか PowerPoint オンラインで複数人で同時に作業できるじゃないですか。うん、あれに近いんじゃないかなと思うんですよ。うん、だから随時、それぞれ、
保存されていって、いい感じになっていくっていうことなのかなと思うんですけど、まあ、これはプレビューの時期にいっぱい叩いてみたいなと思います。はい、どうですか、石川さん、こいつは。ちょっとドキドキしますね。あ、いいですね、うん。石川さんがドキドキしてしまいました。石川さんはドキドキしています。はい。まあ、これ楽しみですよね。うん、ここの、ゆうごさん説明いただいているビジネスバリューっていうところに結構大事な考え方とか入ってるってことですかね。あ、そうです、そうです、そうです。だから、やっぱりね、この部分は、何のためにこの機能が計画されたんだろう、ロードマップに入ってるんだろうっていうのは、やっぱりちゃんと読んだ方がいい。これ知ってると、まあ逆に言うと、この機能が提供され始めたときに、使い方を間違えないくなる。あ、なるほど。うん、機能だけ見ちゃう。あ、そうです、そうです、そうです、うん。機能だけ見ちゃうと、え、これ何に使えるのとかって、ゼロベースで考えなきゃいけない、うん。だけど、実際のところはそんな必要なくて、何のためにこれが追加されるのかっていうのはもう書いてあるんで、うんうんうん、あ、なるほど、この文脈でこれが実現したいんだねっていうこと。うん。なんで、これはね、うん、知ってると全然違うんじゃないかなと思います。はい。はい。さあ。6番目です。エンハンスメントサポーティングレポートコネクティッドトゥベリーラージデータセットっていうことでございまして、ラージデータセットっていうのを皆さんご存知ですかね。パービアプレミアムの機能なんですけども、これ使うと、通常だったら、パービアプロの場合だと、1、2話かな、データセットの、制限がありますけども、確か10ギガぐらいまで、もっとだっけな、ごめんなさい、数字忘れちゃいましたけど、うん、一つのデータセットで含むことができるデータ容量っていうのをでっかくすることができますっていうのがラージデータセットっていうもので、これ、パービアプレミアムの機能です。プレミアムパワーユーザーでもできるはずですと。で、実はですね、このラージデータセットを設定すると、一つ弊害がありまして、それは何かっていうと、PBIX ファイルをダウンロードできなくなるってことなんですね。これなんでかっていうと、そんだけでかいデータを含んだ PBIX ファイルをダウンロードしようと思ったら固まっちゃうとか、まあ、そもそも PBIX ファイル、パービアデスクトップの制限が、1ギガって決まってるので、それを超えるものが落ちてきたら壊れるっていう話なんですよ。なので、できないように今制限されてます。で、それによって起こる弊害っていうのは何かっていうと、通常ね、レポートって、そんなにでかくなければ、PBIX ファイルを普通にダウンロードできるわけですよね。で、何のためにダウンロードするのと、いろんなケースがあると思います。すでに動いているものをバックアップしたいとか、あるいは提供、ユーザーに共有したんだけど、あ、ちょっとここを変えたい、ビジュアル変えたいとか、修正したいってことあると思うんですね。で、そういう場合に、自分がやってたんだったら自分の手元にあるでしょって話なんですよ、PBIX ファイルが。だけど、他の人が上げたものを別の人が修正するっていうケースもあるわけで、そういう場合ってやっぱダウンロードしないとできないわけですよね。うん。で、そういったケースの場合に、ラージデータセットとかやっちゃうとできないじゃんとか、あと、増文更新を仕掛けても確かできなかったはずですね。PBIX ダウンロードできなくなっちゃうんで、まあ、いくつかのケースがあるんですけども、それに対する措置として、今、オプションが提供されていますよということで、現状やればわかるんですけど、PBIX をダウンロードするっていうのと、ライブセスクの PBIX をダウンロードするって、この1と3番はすでにできます。で、これちょっとお見せした方がいいかなと思うんで、はい。じゃあね、ちょっと今のダウンロードするってやつを、見したいと思いますけども、いつも使ってるコロナのね、レポート。まあ、こうやって、パービアサービス上で開きますよねと。で、開いたら、このファイルのところ、ポチッとなって押すと、このファイルをダウンロードするっていうメニューがございますと。ここですね。これは設定で、ダウンロードさせないみたいなこともできるんですけど、まあ、通常だとデフォルトできるようになっているはずですと。で、このファイルをダウンロードするってポチッとなって押すと、はいはい、できましたね。現状だと2つオプションが提供されていて、レポートとデータのコピー。これが、これまでも昔からあるやつで、レポートの定義とデータフルフルに、今、パービアサービス上で持っているデータフルフルに全部含んだ形でダウンロードできる。ということです。一方で、下の方、オンラインデータへのライブ接続が可能なレポートのコピーっていうのは、これ何なのかっていうと、PBIX ファイルダウンロードできるんですけど、
レポートの定義、つまりビジュアルですね。これはそのままです。ただ、こっちの PBX ファイルはデータを含んでません。で、じゃあどうするんですかっていうと、これ今、すでに、レポートを発行された状態ですから、当然データセットも裏に持ってるわけですよね。そのデータセットに対して、ライブ接続を持った状態の PBIX ファイルがダウンロードされますということです。なので、データセットは同じものを参照した状態でできるので、それで、例えば落としました自分のマシンでビジュアルを Power BI デスクトップを開いて編集しました。で、再度それを発行したときに、レポート名一緒なので、元のレポートが更新されるということができます。その際、データセットは何もいじってないので、モデリングは変わらないということになる。ということができるんです。これとってもね、便利なものです。で、なおです。先ほどの、あれどこ行った?よいしょ。あ、こっちか。もう一個のね、この真ん中の2番ですね。真ん中の2番の、オプションはまだ提供されてません。これはね、今後来るんでしょう。こいつは Power BI テンプレートの形で、ダウンロードさせるってことです。で、テンプレートなのでデータ含んでません。まあ、大きすぎるデータが問題なんだから、そもそもね、っていうことで、データを含まない状態で、レポート定義とモデル定義を含んだ Power BI テンプレートファイルをダウンロードさせると。ですから、Power BI デスクトップで開いたら、テンプレートなので、いきなりリフレッシュが走るんですね。スケジュール更新が走ってるようなもんですね。なので、その時、Power BI デスクトップから取れるデータを取ってきて、開くということになります。もちろんそれがでかすぎたり、重量が超えてたら発行できませんけどね、ってことです。なので、まあ、その時にね、レポートで編集するときに、どの範囲のデータを持たせるのかみたいな調整は必要です。そうしないと発行できないんでね。つまり1ギガに抑えなきゃいけないんですけども、まあ、そういう選択肢も提供されますよというのが2番になります。はい。さあ、7番目で最後でございます。これは、あれ、ウィークリーニュースでやりましたよね、これね。2週ほど前ですかね。ですよね。あの、PowerOps のソリューションに Power BI のレポートとデータセット、これを追加することができるようになりましたよっていうお話をやったと思いますので、まあ、それが再度ね、Ignite のここの発表で、されているということになります。はい。といったところで、これ4つは、割愛させていただきたいなと思います。詳しく見たい方は、多分2週前だと思います。はい。見てみてください。はい。といったところで、今日のイグナイトの内容は以上なんですけども、石川さんなんか加えてお話ししておきたいことございますか?いや、これから試す機能、リリースされてきて試すところも多いのかなと思いましたので、うんうん、はい。また確認して、これはっていうのがあったら、また番組でも紹介していきたいなと思いました。はい。ありがとうございます。そうですね。まあ、くれぐれもね、これから出てくるものですから、今まずね、出てくるんだぐらいでいいと思ってて、今触れるものってクロステナントぐらいだよね。そうですね。うん、なので、シェアポイントのとか、ワンドライブでこう、簡単に開けるのも楽しみですね、どんな風になるのか。そうですね。これね、まだ、ちょっと確認したら僕できなかったので、まあ、今後の話だと思うんです。まあ、なので、まあ、来たらね、皆さん随時ね、試していただいて、ああ、イグナイトで発表されてたあれか、ぐらいのね、感じで捉えられると、皆さんの Power BI 力 ?Power BI パワーって何て言ったらいいの Power BI 熱?熱?熱はみんなあるんじゃない?熱はあるでしょ。見てるんだから。熱はある。まあ、スキルがね、上がっていくだろうなということでございます。そうですね。はい。はい。さあ、じゃあ、今週は以上とさせていただきましょうか。はい。はい。で、ね、今週はちょっと訳あって、レコーディットってことで、こういうふうにね、収録の形でお伝えさせていただきました。はい。来週はいつもの通りで、石川さん大丈夫ですかね。はい。来週はまだ10月ですよね、はい、まだ大丈夫ですね。23ぐらいですか。はい。はい、そうですね。はい、10月23日は、通常通りライブでお伝えしたいなと思います。
23か。あ、言っときましょう。僕21日誕生日です。イエイ。おめでとうございます。言っときましょう。ありがとうございます。17歳です。17歳の。しまった。歌い出してしまった。しまった。はい。失礼しました。今のところ、もしかしたらカットするかもしれないですね。いや、そのまま行こう。はい。はい、お任せします。といったところで、今週は以上とさせてください。アンケート用意してなかったな。まあいいか。そうですね。レコーディングですしね。はい。はい。まあまあ、何かあったら皆さんね、これプレミア公開してますけど、コメント書いてくださいねってことでございます。はい。はい、今週は以上とさせてください。皆さん、あとあれか、ごめん、イベント紹介しておいた方がいいのか。あ、来週、あれですかね。ジャパンパワープラットフォームなんとかかんとかっていうのありますね。あと香形さんのイベントもありましたね。はい、出てきましたね。ジャパンパワープラットフォームカンファレンスが、18、19、20というね3日間で行われますよということをお伝えしております。石川さん登壇しますよね。はい、19日ですね。はい、で香形さんも登壇されます。それからスイさんも、登壇はしないんですけども MC やられます。その他ですね、海外からのパワー BI 勢としてはビッグゲストがいまして、ここにいないのか、どこ行った。まずは、スペインの MVP である、日本語ベラベラです、ベルナットさんね、ベルナットさんは確かどこだっけな、中野区、東京都中野区ぐらいに暮らしてたことがあるって言ってましたよね。学生時代に、ね。だから日本語ペラペラです。ラーメン好きって言ってましたね。はい、ベルナットさんが、やってくれます。それから香川さんもやりますよ。で、あとでビッグゲストとしてはクリス・ウェブですね。まあ、ご存知の方はご存知だと思いますけども、本国パワー BI キャットチームで、彼は普段イギリスにいるのかなと思いますけれども、クリスウェブ、あのクリスウェブでググるとね、皆さん多分一度はブログを見たことがあるんじゃないかなと思いますけども、なんと今回タイトルがいいですね。 BI with Excel but not Power BI ってね、 Power BI じゃねえよっていうねそうきたかみたいなね。さっきまで Do More とか言ってたんですけどねそうなんですよ。ただ彼 Excel 大好きなんですよね、うん、あれみたいな。なので、でも多めでやってくださる。まあ、英語って言ってましたけど、でも多めでやってくださるということなので、ぜひともね、なかなか見れないですから、ご覧になっていただけるといいんじゃないかなと思いました。ということです。そんなところですかね。まあ、その他にもね、いろんな魅力的な方いらっしゃるので、ぜひとも皆さんね、都合をつけてご覧になっていただければいいんじゃないかなと思います。はい。はい、危なかったです。あ、こちらでいいや。といったところで、じゃあ終わりにしましょうか。はい、今度こそ間違いなく締めていいですよね。はい、まあ細かいことを言うと、香形さんのパワー BI 勉強会、虎の穴が、それも言うとく、土曜日ですね。今度の土曜日。はい。あ、ちょっと待って、マウスがね、ごめん、今画面見てやつ、こっちの、だから失礼しました。パワー BI 勉強会ですね。はい、パワー BI 勉強会の、イベントの、どれだ ?22 日ですね。これか。はい。はい、10月22日土曜日、13時からですね、パークエリー、虎の穴ってことで、パークエリーをテーマにしたものが、ずっとやってるものですけど、もう19回目ですね、ありますよということでございまして、これ募集開始が明日かな。明後日の12時半からになってます。はい。ぜひとも。あさってじゃない、ごめんなさい。ご覧になってる皆さんにとっては明日です。僕ら今15日なんで、あさってって言っちゃいましたけども、17日の12時半から募集開始なので、ぜひともね、参加していただければ良いのではないでしょうか、ということでございます。はい。じゃあ、今度こそ締めて良いですか。大丈夫でございます。はい。といったところで、今週は以上とさせてください。皆さんの来週がより良い Power BI ウィークになることを願っております。ゆうごと。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。来週。